おっ、ほら、ほっ。はい、皆さんおはようございます。なんて微妙な体調っていうの。喉は痛い。そこまで体重いような感じしないけど、喉が重いな。痛いな。トレーニングどうしよう。大丈夫か？やばい、体調悪い。体調悪い。胸肉はだいたいいつもこれで茹でてます。あー、体調悪い。はい、完成。でも体調が悪い。おちょっとね、調子が悪いんで病院行ってきます。ちょうど1ヶ月ぐらい前にもですね、風邪ひいて病院行ったんですけど、まあその時にもらったね薬が余ってるんだけど、まあ昨日はねそれ飲んだんだけど、なんかいまいち効いてるような感じがしない。まあ、薬飲み切っときゃよかったな、先月の。まあ、なんでまたねもう一回行って、また薬処方してもらいます。明後日飲み会だから、それまでにはね何度か合わせて治さなきゃいけない。じゃあ準備行く。はい、新しく処方してもらったステロイドです。はい、これでまた新しいサイクル始めるんだけど、まあ、これでね筋量5キロぐらい増えてくれねえかな。多分5キロぐらい増えると思うんだよね。うそ、ほら、ほっ。はい、皆さんおはようございます。病院に行って、まあ、ちょっとねお薬処方してもらって、もうダウンしてたんですけど、まあ飲んでね寝たら体調良くなったわ。やっぱすげえな、行ってよかったわ。ちょっとここで一食食べてちょっとジム行くかはちょっと悩ましいけど、まあとりあえず復活したんでその報告でした。はい、体調復活したんでご飯食べます。餅4個食べるわ。おお、セクシー。おお、三角筋が成長期してきてるぜ。おー、セクシー。おーいやー、おー、セクシー。うまそうじゃない？ほんとあんこかけて食いたいんだけどね。全然映えねえな、こりゃ。全然映えない。うっ、ほら、ほぼ。いやーね、ジム行こうかなとはちょっと思ってたけど、やっぱやっぱり体調が悪い。絶対これはね、行って後悔するわ。俺の今までの経験上、無理してジム行ってね、いいトレーニングできた試しがないんだわ。過去の教訓をね、まあこういう風に活かして、今日はジムやっぱり行きません。1時間だけとも思ったけどね、今日はやっぱいいや。休んだ方がいい。じゃあジム行く。ローリ。外は気温マイナス1度だし、俺今風邪ひいてるけど、ゴミ捨てはちゃんと行くよ。はい、とりあえずねご飯準備が整いました。ご飯と味噌汁とハンバーグですね。タンパク質は卵か胸肉が今悩んでます。はい、とりあえずカロリー取ってこう。おいたま意識朦朧となりながらブログを完成させましたっていうのはちょっと嘘だけど、嘘というかちょっと大げさだけど、まあなんとか今日本当筋トレもしてねえわ。風邪で寝込んでたから記事ぐらいはね書かなきゃと思って頑張りました。まあサクッと2000文字ぐらいだけど、はい、まあ筋トレ関係は書いてねえな今日の記事。なんかこんな服はどこで買うのとか、まあそんな感じの記事です。はい、マジでだるとくな感じだけど、まあ頑張って書きました。今日も疲れたな、ハガくーん。あ、この声は、やっほー、山田涼介だよ。あ、涼介、どうしたの？実はさ、ちょっと俺今夜お酒飲みすぎちゃって終電逃しちゃったんだ。ちょっとタクシーも拾えないからさ、今夜お家に泊めてくんないかな。ね、マジで言ってんの？頼む頼む。よっしゃ、とうとう涼介と添い寝ができるぜ。じゃあまずこの汚い部屋を掃除しなきゃ、掃除しなきゃ。サウジアラビア、サウジアラビア、そんなバハマ。はい、それ、はい、ここバハマ。今日も眠いな。お兄ちゃーん。あ、この声は？やっほー、知念だよ。あ、知念くん。ん？どうしたの？元気ないじゃん。ちょっとね。こんにちは。こんにちは。全然元気ないじゃん。もう一回行くよ。カンボジア、はい、それ。はい、ここ、カンボジア。わけわかんねえだろ。はい、ということで、
疲れ様でした。まあ昨日一日はね、今日一日、まあ、どっちか分からんけど、まあ昨日って言っとくか。昨日一日は風邪でね、ちょっと体調が優れなかったんで、ちょっとお休みしてました、横になって。まあ夜になってね、まあトレーニング行こうかなと思ったんだけど、やっぱり気分が乗らない。まあ、まあ、回復しきってない。まあ幸いにも熱は出ない風邪のタイプの風邪だったんだけど、まあ体がだるいということで、まあ横になってた。で夜になって、まあちょっと回復してきたから、まあブログとか書きました。で今日はね、もしかしたらまた潮入りで予定が入るかもしれないんで、まあちょっとまだわからんけど、まあ多分行くことになるような気がするけど、まあ早めにトレーニング行って、潮入り行って、でまた帰りにどっかトレーニングしたいなとはちょっと企んでます。はい、じゃあそのためにも 3,4 時間で起きる。なんで起きて T シャツの梱包したいな。さすがにね、ちょっと待たせすぎちゃうとクレームの要因になるからね、ちょっとそろそろ送らないとメール来ちゃうわ、早く送れってはい、まあ いや、そんな感じで今日は寝ます、もう一回。じゃあまた後で、おやすみ。おっす、おら、ほぼ。皆さん、おはようございます。はい、体調復活しました。いや昨日ね、ジム行くか行くか行かないかで迷ったんだけど、やっぱ行かないで正解だったかもね。体調がすぐ良くなりました。まあ昨日すぐ病院に行ったのも、いい判断だったね。悪くなる前に、もしくはちょっとでもおかしいなと思ったらすぐ行くべきだわ。大丈夫、行く行く。やっぱりまだ痛いわ。おっとっとっと。おっとっと。あー、やばいやばいやばい。遅かったか。やっちまったぜ。うまそうだわ。いやね、まあ、さっきからちょっと T シャツの梱包作業してるんだけどね、まあ、ちょっと計算してみたら、発注がね、あれなんだよね。発注はされてるんだけど、こっちの在庫がねえんだわ。っていうことはよ、売り切れです。おめでとう。イエーイ。いやー、売り切れイエーイじゃないんだけど、注文してくれた人がいるのに出せないってことだから、でも嬉しいね。だからまたね、なんつうの、再加再入荷なんつうの、また追加でこっちがね注文しなきゃいけねえな。まあ届いた人はラッキー、届かない人はもうちょっと待っててください。ごめん。はい、ということで T シャツにね、今回もサイン書いていくんですけれども、このね T シャツの購入者はバレンタインデーでね、2月にあるバレンタインデーに、彼氏に、彼氏か、まあ、婚約されてるかわからないけど、あげたいということなんですよ。で、いいよね、とうとうハガティがバレンタインデーに配られますよ。いや、もう待つだね、本当に。 T シャツにトレーニング頑張れそうな一言書いてくださいって言われたんで、書いていこうと思います。いやー、いいねバレンタインデーに俺の T シャツか、世も待つですね、本当に。ステロイド。できた。ステロイド最高。僕この前ね、有名人と会ったんですよ。有名人、有名人とは言ってもね、本当にもうレベルが違くって、普通に芸能人です。でどういうお仕事をされてるかっていうところまではさすがに言えない。まあ、彼もねプライベートだったんで、で普通に会って話せたんですよね。 いつもね YouTube とかで見てる人だったから、本当に嬉しかった。っていうか、もう頭が真っ白になったね。やっぱり念じてれば願いって叶うもんなんだね。今日の愛のメッセージ、この度は購入ありがとうございます。頑張って T シャツ畳みましたので、大切に着てくださいね。大切なバレンタインデーにハガティをあげるとは嬉しいというか、なんというか、世も待つですな。はっはっはっ。よいしょ。はい、次のお客様はですね、今僕は、大学3年生ですと、今年最後のインカレで、まあ、彼は円盤投げやってるみたいなんだけど、まあ、最後のインカレなんで、まあ、頑張れるトレーニングを頑張れる一言くださいっていうことなんで、またね、頑張れる一言を書いていこうかなと思います。今日のステロイドは、今日のステロイドは、ケツから打とう。このルーティン動画がね、出る頃にはもうバレちゃってるかもしれないけど、まあとある大物筋トレ YouTuber の方からですね、まあ、コラボの依頼っていうのがまああって、一緒に出ることになりました。はい、まさかね、僕があの方とね、交わることがあるとは思ってもいなかった。でマジで嬉しかったよ、やっぱりね。基本的に、まあ、僕からはなんかコラボしましょうっていうことはないんだけど、やっぱね、逆にこうやって来てくれると本当に嬉しい。もうワクワクしちゃってね。もう今から待ち遠しいです。皆さん、お楽しみに。
えぇい、えぇい、いやー喉が、あー、喉が、いやー、痛い。はい、またね、サイン書きます。うん、今日このデザイン売れてますね。母親がトマトジュースが大好きなんで、おーいやートマトジュース最高って書いてほしいんですって。わかりました。書きます。書くんだけど。ね、まあいいや。もう言われたままに書きます。はい。僕がね、まあ T シャツにこういう風にいろいろ書いてるもんだからさ、もう発注が来るたんびにね、もう書いてください、書いてくださいって言うんだよね、みんなね。書くんだけどさ。やべ、汚くなった。まあいいや。おーいやートマトジュース最高だぜ。プロテインじゃないんだね、そこは。トマトジュース。最高。いやー、書きにくいな、ほんと相変わらず。あべ。バランスがおかしい。まあ、いいや。最高。オッケー、これにしよう。おーいやー、トマトジュース最高だぜ。チュー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 、夏のお嬢さん。パピコがとっても似合うよ、刺激的さ。チューチューしちゃう。二人でチューチューパピコ。ファミリーパックもね。ねえねえ、ユーリ、筋トレ行ってくるね。無視しないでよ、ユーリ。行ってきます、その中は。ねえ、無視しないでよ。お願い。モンライブベイベーシューシューさん、今日もトレーニングお疲れ様でした。お疲れ様です。じゃあホテル行こう。はい、大きくステップして、深くスクワット、よいしょよいしょ、はい、バービー、はい、バービー、はい、バービー、はい。君がいるだけで心が強くなれること、何より大切なものを気づかせてくれたね。今日のゴミ少ねえ。はい、準備が整いました。マグロ多分これ200ぐらいあるかな、もうちょっとあるかもしれない。で、醤油、ご飯、味噌汁です。本当にオフなのかっていう感じのリーンな飯ですね。食後のステロイド。あれ、こんな時間に LINE が来てる。なんだろう。土曜にこんな時間から仕事でマジだるいわ。そうか。じゃあ早速俺のハガスタンプでも送ってあげようかな。じゃあジム行く。いや、傑作だなこのスタンプ。いや、マジで使えるわ。最高の出来だなこの LINE スタンプ。もうどんどん使おう。既読ついた。いや、こっちマジで言ってるんだけど、ちょっと怒ってるね。そういう時は、じゃあ、ジム行く？いや、このジム行くマジで便利だね。もう、ふざけんな。ふざけてねえよ。なんて返そうかな。じゃあ、ジム行く？いやー、このスタンプね、時間かかったな、作るの。今も、前回のスタンプと比べると、本当に会話が続くようになる。もういいわ。うるせえ。じゃあ、ジム行く？あ、既読ついた。ふざけんな。じゃあ、ジム行く？もういいわ。じゃあ、ジム行く？なんて、さすがにうぜえよ。いや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 。僕は、至って真面目に返してるよ。じゃあ、ジム行く？既読ついた。もういいわ。じゃあ、ジム行く？さすがにうぜえよ。じゃあ、ジム行く？ジム行くー。はい、今の、今のじゃねえ。今朝の6時過ぎなんですけど、密かにブログ書いてました。こんなブログ、いい勉強法教えてってやつと、まあ、筋トレやってる友達がダサいとか、ペット飼わないんですかっていう質問に答えました。いい記事になってます。今日もね、素晴らしい。就寝前の老いたまた強い。生活リズムマジでバグってるわ。これから就寝前のご飯です。はい。はい、ということでお疲れ様でした。7時過ぎたわ。うん、でもね、なぜかね、眠くないんだよね。まあ、と言いつついつも寝すぎるんだけど、なんか今は全然眠くない。
今5キロ走れって言われたら走れそうなくらい元気です今日はね、11時に起きる予定です。いや起きます。筋トレしたいんだよね。でね、忘年会があるんですわ。忘年会じゃねえや、新年会だ。ジムの新年会があって、まあ昨日の夜ね、まあ急遽飲み誘われたんですよ。まあ2丁目の友達というか知り合いかな。まあね、ちょっと悩みますね。なんせクソ遠いんだわ、都内まで。しかも飲んでから、新年会終わってから行くとなるとね、確実に朝までなんで、ちょっと考えもんですね。まあ、いや、まあ、多分、行かないと思うんだけどね。ちょっとわかんないけど、まあ飲んだら行くとか言い出すんだろうな、きっとな。まあいや、とりあえず、4時間後また会いましょう。じゃあおやすみ。バイバイ。